はい、こういうはちゃめちゃ魔法学園ものというゲームではありませんので、あしからず。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、というわけでサムネはこんな感じになっていると思うんですが、実際はこうね。いやちょっとリレが危ないっていうところで、サムネではね、規約に引っかかりそうなんでアップしてあります。はい、というわけでじゃあやっていきましょう。今回は2週目の5日目、危機って書いてあるので、まあ、あのお方が復活するんでしょうね。じゃあまあ復活してね、やられちゃうんでしょうけれども先に言っちゃうけれどもね、これはもう多分やられちゃうんでしょうね。まだまだしょうがないですね、これは。おい、起きるんだ君、大丈夫か。あ、今回はこの人に助けられる。目が覚めたか。どうやら僕たちは随分ここで倒れていたようだ。とにかくマルガリタと君のことは先生方に伝える。何をする気だったのか話すんだ。マルガリタから早く魂の器を取り返さないと。あの子封印を解くって。なんてことだ、先生にすぐ報告しないと。オパールネラ先生は結局この部屋へ戻ってこられなかった。まさか昨日の計画が。ガンメル先生のところへ行こう。オパールネラ先生もいるはず、君も来るんだ。さあ、でもこれで魔王復活しちゃうんだから、何の計画をしてるかですよね、校長先生が。どこも魔法計画すら教えてくれない。前の5日目と同じ結末になるの。カルバドスの封印が解けて、そして今来た道にも何やらいますね。気配がする。仕方がない。手伝ってくれるの。戦って道をうがつしかないような。私がしっかりしなくちゃ。今度は20分じゃない、敵対するすべての魔法陣の破壊。タリスマを2個召喚して、ウィッカーを作るとアドベントできるようになります。タリスマンの2個召喚は楽よ、簡単よ。それで課題クリアでいいの。ヒント、ホムンクルスのクレアボヤンスでアストラルが実体化されてしまうため、ホムンクルスの撃破まではファントムをガーゴイル付近に近づけないのが良いでしょう。何言ってんだか分かりませんけれども。ってことは相手にホムンクルスがいるのかな。そういうことにしましょう。はい、というわけでちょっと一旦時間を止めました。猫ちゃんがいる。猫ちゃんがカオスネスト、あ、猫ちゃんとドラゴンが復活できそうです。で、あとはエルフの召喚、もうこれはもう問答無用でレベルアップかな。エルフはいる。なんだこれ、召喚。はい、まずこれね。魔法陣がちょっとあれですかね、寂しいですかね。そしてこっちにも魔法陣がありますね。これは使えんの。これは使わせてくれないみたいですね。ここはやっぱり高齢術なんで、まずこれ触れば仲間になるんだっけ。じゃあこの子に一気にここまで来てもらいましょう。でこの子に私を呼んだ。どうしよう。上まで行ってちょっと索敵。さあ見ていきましょう。気をつけるんだ。はい、もういきなり攻撃されました。真上に高齢術っぽいですね。なのでもうこれ一気にいっちゃいますか。ここはやっぱり油断しないで。あ、でも一発でやられちゃうか。あ、複数まとめて攻撃されちゃうんだ。あー、やんなきゃよかったフェアリー全滅。はい、なんでしょう。よく考えて、ここはやっぱり。で、さらにじゃあよく考えて
あ、なんかいっぱい増えてる。ティタニア、モーニングスターか。ちょっと今はそれよりタリスマン作るか。でこっち、あ、なんか戦ってる。勝てる勝てる、大丈夫。あ、これはもう作れる。わしゴーストを召喚。こっちもレベルアップで、こっちは忠誠を誓います。これはなんだっけ、これはゴースト、オベリスクのアドベント。これはゴーレム召喚。1、2、3、4、5。でこっちはなんか来た、なんか来た、なんか来てる。やべ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 、ここはやっぱり、お願い早く来て、ここはやっぱり。あ、でもこいつらあれだよ、魔法陣壊せないよ。あ、でここはあれだね、ゴーストが生まれたら勝手に勝手になんちゃらしてくれるよ。あ、こいつやべ、こっち来てるこっち来てる。私を呼んだ、私を呼んだ。仕方ないわね。猫ですか。猫かわいい。やべ、こっちだ。我が主君、あ、そこに魔法陣あるやん。我が主君、お前ら行くな。一撃死だから。仕方ないわね。どうしよう。あ、ダメか。死んじゃうかな、こりゃ。よく考えて。ここにいきなり魔法陣があった。あ、そこにもあるの。あ、でも、あ、これ魔法陣じゃないか。あ、これ敵の魔法陣だよね、やっぱりね。ちょっと待って、魔法陣まだ敵ある。ここはやっぱり、こんなところにも敵の魔法陣あるなんて知らなかったな。そうね、まずこれはちょっとやっつけてもらおう。新入生のリレクトだったか。 OK、 やるなやるな、ありがとう。僕も負けてられない。ちょっと索敵索敵、おい、下にもう一個あったりしないよな。索敵索敵、大丈夫だね。 OK。 で、ここはやっぱり、君たちは、あ、また次に次に来てるから、倒して、でタリスマン作ろう。タリスマン、どうしよう。タリスマン、タリスマン、はーい、かわいい、かわいい。今はちょっとやられちゃうからいいや。はい、なんでしょう。そうね。で、こっちは今、ゴーストが出てきてるかな。ここはやっぱり。そうね。ゴーストはいいや。ファントムよ、我が元へ。まあこんなもんでいいかな。まずどんどん派遣しましょう。で、エルフはどれぐらい溜まった？こんだけいれば大丈夫だろう。ちょっと1個上行ってもらって。ここはやっぱり。そこか。なんか可愛いのがいる。頑張って。あ、やられた。よく考えて。うーんって言われた。で、ここに、なんかいたんだよね、さっきね。何作るか。黒魔術、錬金術。今、錬金術の子が降りてきたのか。
ってことは悪魔作るか。悪魔作ろう。悪魔インプ、我が主の剣となら忠誠を誓います。この子にちょっと上まで行ってもらうか。あ、でもこれ以上上行けないんだ。なるほどね、そこになんかあると思う。なんか離れて離れて、よしレベルアップ。でこの上になんかあるんだよね。このタリスマンをまず壊したいんで、これ悪魔だっけ。ガーゴイルって錬金術。じゃあ悪魔で突っ込めば OK か。錬金術がここに2つ、高齢術との絡みだから、悪魔で突っ込もう。悪魔200もなんだよな。デーモンよ、契約を果たせ。出てきなさいインプ。こんな感じで、よし、突っ込むときは悪魔で突っ込みましょう。よし、12分経っちゃったんで、ちょっと一旦カット。危ない危ない、一旦カット。これもまた今回も長いね。よし、これで悪魔が召喚されたんで、ここ行きますか。 GO。あ、でもダメだなこれ。あ、ちょ、待って、なんでエルフが行くの。なんでエルフが行っちゃうのよ。違う、間違えた。あもう、なんで行くのよ。悪魔で行ったはずなんだけどな俺今。ほら全然ダメージ食らわないじゃん。もう何やってんの。これで魔法陣ね。猫も攻撃してくるのか、めんどくせえな。猫にしよう。ちょっと待て、幽霊いっぱい降ってきた。幽霊いっぱい降ってきたんで降りろ。で、ちょっと待って。いやーちょっとフェアリーなんで突っ込んでくのよ。降りて。あ、寝てんのかあれ。もうあれダメだな。私に用？どうしよう。私に用？お前行くなっつうのだから。降りろっつって。ああやられちゃった。どうしよう。やるのに。なんでしょう。倒しちゃって。ここはやっぱり我が宿。そうね、頼んだわよ。私を呼んだ。よく考えて。幽霊がいなくなったんならデモ行け。お呼びかしら。我が宿。はい、そうね。実体化されちゃうんだっけあいつ。ホムンクルーズのやつと。オッケー、これでちょっと全員でちょっとこいつ倒そう。よし、まず魔法陣1個いけそう。彼女は本当に生徒なのか。魔法陣。よし、じゃあどんどん行くぞ。これはもう全滅しちゃっていいや。ガンガン行こう。で、よく考えて。うわ、なんかホムンクルス系がいる。ああ一発でやられたな。どいつをやればいい。結構ボッコボコやったな。もうこれ以上召喚できなくさせるの。
やられちゃうかな、やられちゃうかな。声に応えて、フェアリー。ここはやっぱり、どうしよう。あ、そうか、こいつらは戦えないのか、俺がまだやってないんだもんね。次の機会もよろしく頼むわ。ここはやっぱり。よく考えて。あ、でもタリスマンでやられてる。オムンクルスってのはあれか、別に大した攻撃力はないのか、一人で倒せるかで、またやらかしちゃったんで、1,2,3,4,5 頼む、こんだけ来てくれ。ドラゴン行くか、ドラゴン800、無理。ここまで行っちゃう？なんかまだ弱そうだし、まずこの魔法陣を何とかしたい。あのなんかあれ意外とめんどくさいな、スピードを遅くすんだあのスライムって。ほらすんごいスピード悪くなっちゃった。いや、まあ、これはもう無理だな。よし、ちょっとデーモンには死んでもらおう。ひどい言い方。ここはやっぱり声に応えて、フェアリー。じゃあと今回はドラゴン欲しいんで。我が宿。そうね。ちょっと一旦ここまで来てもらっていい？ちょっと勢ぞろいさせるわ。ダメだった？ああ惜しいね。ここになんか結構いっぱいタムロしてんだな。私を呼んだ。はい、800、オッケー、ドラゴン。魔獣ドラゴン。はい、来た。よく考えて。よし、ここまで来て。で、実体のない、これは今回進んでってもいいかな。こいつらは錬金術でしょ？錬金術って悪魔に弱いはずなんだけど、悪魔が完全にやられちゃったから、このスライム倒しに行ってもらおうか、ゴーストで。で、この後、フェアリー軍隊はこっち。で、デーモンで、こいつら。で、間に合わないかな？負荷。すごいな。こっちはもうボロボロだ。こいつが結構厄介なんだろうけど、このスライムも邪魔くさいな。あ、やべ。ここはやっぱり。ここにスカルメイジがいる。こいつやばい。倒しちゃって。よく考えて。この変なロボットはどう倒せる？ゴーレムか。よし、ドラゴンも来た？ドラゴンも来た？間に合わないとは思うけど、もうガンガン浮いちゃえ。で、どんどんこれ潰していこう。あ、やべ、こっちだった。ごめん。ややこしいことしちゃった。お願いね。さあ、あと4体でどこまで突き進める。死んじゃうのはもう覚悟の上。猫来た、ちょっと待て、お前ら。よく考えて。
猫来た猫。これはもう猫はどうせ勝つことはできまい。どうしよう。猫が勝つことはないと思うんだよね。ファントムよ、我が元へ。ドラゴンに眠らされちゃった。うん、眠らされるのはしょうがない、しょうがないんだけど、ここどこまで行った？よく考えて。あれ？ここまで来たんだ。ここまで来たけど次どうしたらいい？戻る。頑張って。戻って猫ちゃん。僕の外は久しぶりだ。ここにもいる。僕の外は久しぶりだ。猫一体いるだけでドラゴンが眠らされちゃうんだね。上にはもう何もなかったのか。起きた。どうしよう。じゃあちょっとこの壁壊してもらおうか。でちょっとこっち側になんか来てる、降りてきてる。カロンだ、カロンだ、カロンだ、やべ。スカルメイジの召喚いっとくか。あ、もう無理みたい。そうね、これは無理さすがに。これいける。カロンが消えた。カロン、みんな注意して。これで壁って壊せないの？あ、壊せる壊せる。あ、なんか魔法、魔法、魔法されてる。何これ、ドラゴンって言った？そうね、向こうにもドラゴンがいる。確か猫ちゃんいたはず。私見よう。猫ちゃん1体だけ、1体だけ一緒に旅しに来ない？仕方ない、どうしよう。我が主君。じゃあ行くぞ。総攻撃仕掛けるぞ、総攻撃。ドラゴン対ドラゴンは望まない。敵が来た。ここはやっぱりこういう感じ。私を呼んだ。まだ行かないで、まだ行かないで、戻って戻って。ドラゴンが眠らされちゃった。やべえ、いい猫ちゃん。あれ、猫どこ行った？あれ、なに、猫どこ行くの？ここに来て、猫ちゃん。やべえ、猫ちゃん。よく考えて。あ、壁が壊れてないから猫ちゃんが遠回りしようとしちゃうんだ。あー、余計なことしたな、これ。上が開いてんだね。あ、違う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 、ここだったんだ、ごめんごめん。お前何やってんだ。壁を壊してくれ、壁を。あー、ダメだ、もうこれ言うこと聞いてない、全然。うわー、失敗した、完全に失敗した。で、上からいっぱい来てんのか、今ここ。ダメだ、これは大失敗だ。ちょっと一回逃げよう。ダメだ、もう全然ドラゴンが言うこと聞かない。これを壊してほしいのよ。
あ、こいつに壊させるか。よく考えて。久しぶりだ。ここはやっぱり。お願い、なんとか食い止めて。これで寝る、オッケー。いやー、余計なことしちゃったな。ドラゴン、これ壊してほしかったのにな。あ、じゃあもうここまで来た以上はもう行ってくれ。ファントムよ、我が元へ。ドラゴンもう一体。いでよ、魔獣ドラゴン。声に応えて、フェアリー。デーモンよ、契約を果たせ。もう、どこまでいる敵は。もうしょうがないな。あ、ドラゴンがいるんだ。お願いね。あのドラゴン倒してくれるだけで全然いい。ドラゴンいけないか。よーし、よしよしよし。魔法陣を使えなくするのよ。なんとか魔法陣ぐらいは言ってくれないか。どこだっけ、空いてんの。ここね。はーい、私見よう。空いてるところまで攻めてって。我が宿。そうね。ここまで来て。終わっちゃった？まだ戦ってる。頑張れ頑張れ。お、倒してる倒してる。あ、霊体だからもしかしてあれか。よく考えて。あ、そうだ、霊体だから攻撃当たってんだ、ずっと。やべ、また16分経っちゃった。一旦カット。あ、これ延々と攻撃できるわ。ほら、じゃあ猫も、猫もよろしく。あ、ダメだ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 。いけるか。いけた。あ、霊体だから当たらないんだ。これすごいな。ちょっとこいつらに頑張ってもらって、その後ゆっくり攻めるか。みんな集まった？ここか。はい、まあ、どうしよう。仕方ないよね。どうやればいい。ここはやっぱり。デーモンよ、契約を果たせ。まだいる？これすごいな、ボコボコやん。ああ、さすがにやられちゃったか。まだやってる。ドラゴンが生まれたわ。頑張れ。どうしよう。猫ちゃんがいる可能性があるからな。フェアリーにちょっと先にこっちまで行って、索敵スカルメイジがいると厄介だから、ここまで。仕方ないね。ちょっと待って、上から来てる、上から来てる。みんな注意して。お前ら行くな。
ここはやっぱり我が主君。倒しちゃって。よし、これでドラゴンにまず戦闘してもらって。よく考えて。私に酔う？ここはやっぱり。猫がいたらもう先に攻撃しよう。オッケー、あの魔法陣いけるか。あ、もう終わりか。え、ドラゴンの意味ないやん。どうしよう。ドラゴンの意味が全くないやん。押せないで。こっちか。私よく考えて。あれ、ドラゴン作った意味が全くないよ。終わったな。ドラゴンなんか飾りだったな。やられたみたいだ。あ、やられちゃった。先に行け。はい、じゃあ遠慮なく先行きます。今エルフたちを集めて傷を癒しますから。次の手勢が押し寄せてきますよ。それは放置して逃げた方がいいでしょうね。あ、やっぱりお前なのか。アドボカート先生。先生、悪魔に助けを求めるようじゃ世も末でしょう。雲の上のあの人にでも祈ってはいかがです。神様ってこと。本性を表したな、悪魔め。さあ、悪魔はどういう態度を取るのか。先生と来なさい。あなたはこちらですよ。こちら。ああ、怖い。うわ、全然ひどい。ブロンズだって。グリモア・ゲヘナを手に入れた。ガーディアンのアドベント。どうかしたのですか、リレブラウ。殺されちゃう。アイラムさんを見殺しに。無償で助けてあげたのに失礼ですね。あの青年もどちらにせよ助からないんですよ。なぜ。まさかみんなは。ああ、死んでしまいましたよ。あららららら。とても残念です。でもカルバドスがやったのではありません。え、魔王は。悪魔、助けてくれないの。どれは。その名の通り悪魔ですから。悪魔ですから。ひどいと言われましても困りますね。話せ、ギムレット。どういうことだ。私はまだ終わってはいない。賢者の意志さえ取り戻せばまだこれからだ。カルバドス。あ、校長先生じゃん。お前の命はついえ、契約は終わった。この堕落した魂は働きに見合う対価としていただく。え、校長先生が。あ、校長先生。助けられたな、メフィストフェレス。あの女の計画をぶち壊したのはお前だろう。その名は有名になりすぎたのでやめたんですよ。今はアドボカートと名乗っています。あらららら。それと勘違いしていますね。悪魔同士が仲良く手を取り合っても面白くもないでしょ。悪魔だった。校長先生。オパールネラは勝手に失敗したんです。オパールネラ先生は何してた。この娘の話を聞いて準備を早めたせいで魔法陣が完全ではなかった。急いだせいか。そもそもあんな出来損ないの魔法では成功したところで共倒れでしょうがね。愚かしいな。悪魔を完全に滅する魔法だと。世界から全ての汚れをなくそうとでも言うのか。そんなのオパールネラ先生考えた。ガンメルドラスク、賭けは私の負けですね。あなたは最後まで私を頼りはしなかった。
ガンメルドラスク。話しかけてももう聞こえてはおらんぞ。この忌々しい G はもはや私の支配下にある。あ、違うんだ、紅茶先生ではないのか。我が力が完全に戻るまで老いぼれた肉体をよりしろとして食いつぶしてくれよ。何にせよお前が敵に回らないで助かったわ。望み通りにその娘は最後に残した。またいつか戻るよ。でもだがもういいのだろう。私がその娘を喰らうのに文句はあるまいな。あ、食べられちゃう。助けてお願い。もちろんお好きにしたらいいでしょう。でもそろそろ鐘が鳴る頃ですよ。ほら、この鐘のことを分かってる。悪魔は知ってる。リレブラ、よく考えるのです。いいですか。あ、悪魔は利用した。どうするのか。もう一回やらせるためなのか。アドボカート、すごいなこの悪魔。メフィストなんでしょ。あ、戻ることまで分かってさあ戻りました。3周目。 おい、突然どうしたんだよ。かわいい。ここは私の部屋。ガフ、教えて、私がこの塔にいつやってきたのか。今日来たばっかりじゃないか。寝ぼけてるのか。しっかりしてくれよ。しっかりしてくれよ。また戻ったんだわ。5日目の夜の鐘が鳴る時とこの最初の夜がまるでつながっているみたい。お、分かってきましたね。その調子じゃ先生の言いつけも忘れているだろう。この塔では夜に恐ろしい魔女の霊が廊下を歩き回るから部屋から出ないようにでしょ。魔女の霊ってなんだろうね。知ってたの？誰から聞いたのさ。うん、かわいい。誰だこんな自分に。怖い魔女の霊かな。はあ、ひどい目に遭いましたわ。魔女の霊にもう少しで。この子に相談したのがまずかったね。マルガリタ、あなた、どうしたのです。怖い顔して。あ、追い返しちゃったな。なんでもないの。この子がやべえ子だったんだな。気配が消えましたぞ。魔女はもう行ったようです。この魔女は何だろうね。魔女って言ってるもんね、ちゃんとね。行きましょう。だって自分も魔女なんでしょ。ごめんね、リレ、助かりましたわ。推理パート面白。月も出てないのに散歩もないだろう。一体何考えてんだか。彼女を問い詰めても解決にはならないわ。うん、考えるのよ、アドボカート先生の言うように。悪魔が最後にガンメル先生、頑張りましたね。オパールネラ先生に相談すれば悪魔を倒す計画が早まってまた失敗しちゃう。ライオン先生ぐらいしかいない。みんなを助けてはくれないみたいだし助けなかったね。よくわからないわ。シャルトリューズ先生に相談してみよう。ギムレットについて何かわかるかもしれない。リレー、なんか変だぞお前ガフに相談してみたら邪魔しないからもう休めな。この子に相談しよう。この子に。はい、なんだ、コイン3つ取得。これは後でやっときます。クリア報酬として監視者。うわー、なんか怖い。アドボカート先生って私からは人間に見えるけど本当に悪魔なのよね。先生から見た人間ってどう見えてるのかしら。てかちょっとリレまで悪魔っぽい笑いしてるんだけどアドボカート監督って言っちゃうのよ。先生を監視してたわけですね。サード1、キメラ実験失敗。ライオン先生何やってんのよ。あとととととと、あ、ギムレットが追加。これがギムレット、カルバドスと契約していた強力な悪魔ガンメルに封印されていた。ただその封印が解けちゃったんだね。
カルバドスの封印が解けたわけじゃなかったんだね。あ、この封印を解いたのは頭にカエル乗っけてる子か。これはまたどうやって復活したんだ。まあ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 、なんだかよくわかりませんけれども、全部見終われば解決するんでしょう。はい、というわけで今回はここまでで、3週目になったので次回はちょっとトライアル1個やりましょうかね。多分それで1本で終わっちゃうかな。ちょっとアクションパートが長すぎて困るね。マグがあまり上手ではないからでしょうね。今回はどうしようかな、どっかカットしていくかな。まあちょっとね、やっぱりアクションパート面白いんですが難しいです。今回の動画良かったという方はコメント高評価チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。これ右上のマークが半分まで来てるけど、これもう半分終わったってことなの？ 5,6 回で終わり？ん？今3回目でちょうどあそこだから6周回るのかな。いや、反対側に戻るかもしれない、まだわからない。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。いやいや、 3D パート面白。一体どうしたらいいんでしょうね。ガフに相談しようよ、ガフに。